やるか。それで、いつしさんは貴様から口を開くことは許さん。おやさまを問いに答えろ。いいな。え？おやさまを問いに答えろと言ったんだ。貴様に拒否権はない。マジですか？マジですか？そんなガンガン来ますか？あと曲がかっこかっこいいな。まず自分は他人と比べてどう思って。そんなこと聞きます？そんなこと聞きます？男一人そんなこと聞かれてもなんかときめきませんね。クズでーす。チーズクズでーす。なじくん、そこまで言ったらなんかすごいすがすがしいわ。他人は宝物です。なるほどだ、なるほどだって何がだよ。何がだなほどなんだよお前。何を感じたん今、何を感じたん今の、何を感じたんだよお前。これってやっぱりおかしいですかね。正常ではないだろうな。ほとんどの他人が貴様をいたんだと感じるだろう。さらっともうそうもっともらしいことは言わないでください。なるほどな。俺的には問題なことないことだけどな。突っ込んだバーガーバーガーって。よーし、まあ話聞こう、話聞こうで話聞かれようか、これは。話聞こうじゃなくて話聞かれようみたいな感じだな。貴様のその性格は生まれつきか？生まれつきじゃないですかね。回答ははいかいえだ。どちらとも言えないという回答は許さん。めんどくさ。じゃあ生まれつきです。親などの他人の影響ではないということだな。あ、そういや、そもそも七志くんの親ってどんな感じなんだろう。何の仕事しようかわからんし、そもそも親の話なんか全く聞かんけんな。てか一人暮らしって言ったっけ。覚えてないわ。でも俺他人の影響を受けまくるタイプですよ。そうだな、だから不思議に感じているんだ。他人の影響を強く受ける性格をしているのに、なぜそのような歪みが生まれるかな。歪み？他人に影響を受けるけど、それが原因じゃないってことかな。歪みね。歪みが生まれることに違和感がある。他人の影響を受ける性格をしている。歪みが生まれることに違和感があるね。よくわからん。ポジティブ話をしていた。仲は良さそうに見えた。良さそうに。なんだろう。人間ポジティブとなんか関係あるんかな。ということは貴様自身その歪みを生じさせた何かがあるということだな。心当たりはあるか。そういうところなんか気になってんのこの人。頭おかしいってよく言われますけど、自分ではわからないですね。でも他の人がそう言うんだし、そうなんじゃないですか。自覚はなし。なるほどな。自覚だけな。自覚があったら直してますよね。貴様の性格からして他人がそれを不都合に思えば変わる気等ないのだろう。ああ、わかるんですね。まあそんな感じです。なるほどな。お前の周辺の愚民は無情なものだな。こっちは伝えにくいことかもしれないな。よくわからんことを言い出した。なんだこいつの話でもう早く終わらせたいって思うんだ。しかしそのような歪みを持ち合わせていながらも貴様は難なきようにこうして生きている。ふむ、貴様のような愚民は初めてだな。褒めてくれるんですかね。褒めてない。はい。いつしさんとお話難しいですね。相手の意図がわからんもんさ。なんでこんなこと聞いてるのか。全く。どうした？止まった。どうした？止まった。なんか違う。なんかすごい中途半端なところで止まったけど、どうした？あ、よかった。戻った。でも俺の情報を知りたいだけのようだし、補足できそうな情報に話題を振れば話を進められるかもしれないね。補足できそうな情報に話題を振れば。なるほど、自らをさらけ出していくスタイルですね。ドンマイファイト、頑張りましょう。歪みについて俺も気になるところだし、
聞いてみようかな。歪みね、歪み、他人の影響を受ける性格をしているが、歪みが生まれることに違和感がある。うまい好き子、うまい好きじゃないですかね。その歪みって人間関係のことですよね。そうだな、意思疎通ができていない。あ、そのことなら俺自身が気にしないだけですよ。俺のことを嫌うのも仕方ないことだし、辛くもないです。ウキレてる、ナーシ君めっちゃウキレてる。歪みが生じていても貴様自身がそれをマイナスに捉えていないということだな。ポジティブシンキングか。なるほど、ポジティブシンキングが今のナーシ君を作っているんだな。そういうことですね。なるほどな。ふむ、最低限のデータは取れたな。最低限のデータ？何？もしかして、ナラシ君のことをデータとして取り入れて、アンドロイドを作ろうとしている。そして、お前は、アイラさんのことを見て、すぐにアンドロイドと見抜いた。それはなぜか。アンドロイドを作る同業者だからだろう、お前。そういうことか。貴様を解析するためのデータだ。何？少々過去の記憶が逆流してくるだろうが。貴様は特に支障はないだろう。始めるぞ。なんだ？どういうこと？え？わあ、ハッキング！え？な、この数字の羅列、ミカドお兄さんがいろいろ体中に書いてるのと似たようなものを感じるけど、なんだ？これはこいつ自身が何かしらの手段で大規模な解析を常に行っているということか。いや、あるいは。なんか奈良志くんが人をデータに読み取るようなものと同じようなことをしているような気がする。ふん、なるほどな。さらに興味深くなった。僕男の人には興味ないんです。あ、そんな感じで熱い視線で見られても困るです。過去の記憶を逆流させたが、貴様は微塵も動じていない。そのため詳しく調べることはできなかったが、こちらに関しては失敗だな。いや、江津寺さん、隙を見つけて、そこからノーハール周辺のデータから何か抜き取ろうとしてましたよね。なんだ、気づいていたのか。俺は大体の思考は呼びますし、そういった危ないことはさすがにやばいので。ふん、グミの中でも貴様は優秀な方のようだな。話を聞けば聞くほどに面白い。なのでスルメのようにですかね。なんかすごいうさらっとうまいことを言ったようなつもりだろうけど、そんなにうまくないからな、お前は。それそうなるわ。そうなるわ、そりゃ。忘れてください。滑った。しかしもう少し情報が欲しいところだな。一つ解決すれば複数の謎が弾け飛んでいるようだ。あ、俺も聞きたいことがあるんですけど。まあいいだろう、褒美くらいはやる。まずあなたが井筒さんでいいんですよね。ああ、そうだが。ああ、よかった。井筒さんに聞きたいことがあったんです。先に言っておくが、答えられるものと答えられないものがあるぞ。おー、だったらそうですね。大丈夫です、嘘をついていただいても。そうか、ならばいい。よっしゃ、まだ続くんじゃ。江津寺さんとワイ、江津寺さん、ワイドこう、ん？江津寺さん、ワイドよくここに来てるらしいですね。そうだな。ここで何をしてるんですか？別に、ここは静かだから集中できるだけだ。集中ができるなら場所はどこだっていい。はあ。あと、女の子と話をしてるところ目撃されたらしいですけど。年下の少女と話をしただけで不審者扱いされてはたまらんぞ。あ、そういうわけでもなく、その女の子とは知り合いなんですか？いや、知り合いではないぞ。話はその一回限りですか？いや、あの組とは何度か話をしている。なるほど。そうだよな、知り合いだからこそ結構話してる、親しそうに見えてるっていう話はついてるんだぞ。お前、情報であるんだぞ。お前、
でも仲良さそうに話していたところが目撃されてるんですよ。嘘をついていいと言ったのは貴様だろ。嘘だって言え、さらっと嘘ですって言ってるようなもんだぞお前。マジか。突っ込まないとは言ってないです。うん、なかなか作詞だな。作詞扱いされてる。やったぜなしくん。ああそうだ、俺様とあの組は知り合いだ。しかしそれ以上でもそれ以下でもない。うーん、嘘ですよね。ならば俺様とあの組がどういった関係か答えてみろ。そんな人と人との関係をさ暴くような、そういう性格ないですよ。関係ね。前から思っとったけどさ、こういう選択肢のある真相もさ、なんでさ一番下にわかんねえってなる。なんとや、人とって漠然と出席なんて、楽しくこれしかないだろう。もう実験体と犯人、そうだよって、それしかないだろうお前。実質一択だろうがお前、今の選択肢。エジスさん、ポジティさん、いえ、とりある少女と犬を使って実験のようなものを行ってますよね。でもさ、選択肢があるけんこう分かったけどさ、選択肢がなかったらこんな答えにさ結びつかんぞ普通は。なんだっけさ、知っていたのか。え、まあ口封じしたいところで俺様が使えるだけだ。あの犬の言うこともバカの言うことも他の組は信じないだろうしな。あの、どんな目的で、まさか一時的に犬の方に女の子の人格を持たせることで、犬の人格を持った人間、つまり羞恥心を持たない女の子をいたずらしようとしてるんじゃ。そこまで手の込んだ変態だったなんて。愚民程度には理解できないだろう。それに俺様はあの一匹、あの一人と一匹から承諾を得ている。得ているの？どういうこと？得てないだろう。よく考えたらお前。犬の方のポレて返せみたいな感じのこと言ったやん。返せ言ったっけ？承諾ですか？そうだ。あ、襲われたって言ったもんな。そもそも不意打ちを食らったって言ったもんな。そうだったわ。違う、ポリズさんの記憶では後ろから襲われていた。承諾を得ているならそんなことをする必要はないですよね。そうだよな。で、ですよね。うん。いいぞ、面白い。本当に他人の記憶を読み取れるようだな。貴様は今記憶ではと言ったが、奴をいじる際そのあたりにも細工してな。誰かが脳波のデータ等へ干渉して記憶を見ない限りその情報を得ることはできない。ならば最近多くの他人のビットコインに不正アクセスを行っているのは貴様か。うん、政府は隠しているのか知らんが、俺様にわからないことなどない。それで愚民が困ろうが至極どうでもいいことだ。しかし管理プログラムへの直接の干渉、これが行える輩に俺様は興味を抱いている。それはハッカーが行ってて、俺はそのハッカーじゃないです。それを証明する手段は、証明、見てくださいよ、このまだこんなに若々しい弱々しい人間ですよ。そんな人間がこんな悪いことやると思いますか。はーい、アイラ前に見ました。ナエさんはハッカーと戦う方です。なるほど、被害が大きくならないのは貴様がハッカーと対峙し妨害を行っているからか。いや、そんなにすごいことをやってるわけじゃないんですけどね。なんか仲間がハッキングの被害に遭ってるからそれを助けるってるだけですけどね。その言い方だと俺が悪役みたいですね。王様が興味を持っているのはハッキングを行っている方だからな。しかし貴様もそれができる能力を持ち合わせているというのに。ハッカーは少なくとも4人いて、子供からおっさんまでいましたよ。子供？ええ、その聞いたことが本当なら、そのハッキングの処理をしているのはその子供だと思います。っていうかさ、その子供、あれ？
そういえばあなたそれその子供と顔が似てますねみたいな感じでちょっとあれってならんのかな。名前は、ナスがキライくん。来た。やっぱり顔が似とうと思ったけど、なんか関連あるんじゃねえな。あれ、どうかしました？どうして笑うんだ。え？え？思考回路がショートでしょうか？なに、なんとなくごどっちだ？合点か合点とどっちだったっけ？は言ったよ。最近見ないと思ったらそういうことか。ならば次に取るべき行動は一つだ。じゃあな。あれ、伊豆氏さん、帰っちゃいましたね。ボイズさんたちのことを聞きそびれちゃったな。どうします？とりあえずボイズさんたち探そう。さっきまで発症してたなら近くにいると思うし。了解です。でもその前にアイラちゃん、僕とここに座っておしゃべりしませんか？